人生における多くの失敗は、諦めた時に成功にどれだけ近づいているかを知らないために起こります。人々が思いやり、事前、人道的な行為で根本的な原因を取り除くことができれば、人生の災害の半分以上を取り除くことができます。他人には言い訳をしますが、自分には言い訳をしてはいけません。すべての人は、友人が持つべき美徳と良い資質の長いリストを作りますが、自分のリストに従って自分の美徳を発展させることを厭わない人はほとんどいません。私の人生哲学は仕事であり、自然の神秘を思い出させ、それを人類の利益のために使いたいと思っています。この世での短い人生の中で、私はこの種の奉仕に勝るものはありません。考える習慣を身につける決心をしない人は、人生の最大の喜びを失います。アセンションは劣っているに違いない。自尊心は成功を達成するには高すぎる。だから成功する人は落ち着いたメンタリティを養わなければならず、すべてに集中しなければならない。これが成功への鍵である。尊厳と安らぎを持って老後を生きたいと願う者は、青年期に、いつかは老いていくと考えなければならない。このように、彼が年を取るとき、彼はまた彼が若かったことを思い出すでしょう。ゲームをプレイする人は、何も達成しません。自分をマスターできない者は、いつまでも奴隷である。ターゲットは常に達成できるとは限りませんが、照準点として使用することができます。同じ環境の中で生きていると、強者と弱者の分かれ目は、誰がそれを変えることができるかです。諦めるべきものは無力さ、諦めてはいけないのは無能、諦めてはいけないのは無知、諦めてはいけないのは粘り強さだ。勇気は恐怖のコントロールであり、心に恐れがないことではありません。水が満ちると溢れ、満月になると失われる。自己満足に甘んじれば敗北し、自意識過剰になれば愚かになる。寂しいくらいなら後悔したいです。